MSR のライトニングアステントっていうのの、ストラップの名前ちょっと忘れたけど、こういう網状になってるやつ、これ今までは前がストラップのやつ、今もあるんだけど、それの着脱がめちゃくちゃしやすいやつ、止めるベルトはこれだけ。これは雪の上を歩いて移動するときに使うスノーシューってやつですね。これがあると雪に沈まずに歩けるんで、そのままブーツで歩くより全然楽になりますし、雪も楽に。これがないと逆に登れないって感じで、そのスノーシュー履いた時に板背負うことになるんでバランス取るのが大変だから、その時にこのポールがあるとめちゃくちゃ楽になるんで、ポールもいつも一緒に持って上がります。これは MSR のダイナロックエクスプロー、ロアです。これは、ポールの曲げの場所がですね、こういう風に強いんですけど、ここの強さをこのダイヤルで指で、すぐに変えるんです。これ今まではドライバーとか使わないと、ここの調節はできなかったんですけど、これが手元でできて、しっかり、かなり硬く締まるので、すごくいいです。めちゃくちゃ丈夫なポールですね。これでスキーヤとかもこれでスキーにしちゃったりしちゃいます。まあ大事なの、バックカントリー入るときに絶対身につけてるのがこのビーコンって言って、1を知らしめるものですね。雪崩とかで埋まったりしたときに、雪の中で街がどこに人がいるかわかんないんで、これが発信機になって周りみんな持ってるんで、一緒に入る仲間もこのビーコンを持っているので、このビーコンがあれば埋まった人を見つけることができるし、自分が埋まった場合も見つけてもらうことができます。ここはマムーとなんとかってやつを使ってます。ビーコン使って人探すときに大事なのはそのトンデ棒って言って、これ長く伸びて3メーター以上なんですけど、これでビーコンがこの辺にいるぞってのをだいたい分かるようになるんで、示してくれるんで、その場所をこれでこう突き刺して、これももちろんここに残すんですよ、3メートルぐらいで、これで人が下にいるかを確認して押して、人に刺さった感触があったら、こうやってスコップですね、スコップで掘り出します。僕いつもは MSR のスコップ使ってるんですけど、ちょっと今パキスタンにシャベルだけちょっと行っちゃってて、昔使ってたシャベルなんですけど、 MSR のシャベルはここがギザギザになっててですね、めちゃくちゃ掘りやすいです。ここがね、これまっすぐですけど、 MSR の新しいシャベルはここに、ね、ギザギザになって、硬い雪のすげえ掘りやすいです。見てこれ、このステッカー誰もかかる。いや僕ね、岡本聡知ってる人はマニアまあこの3つがあれば流れにあっても大丈夫ってわけじゃないけど、最低限ビーコン、ロンデ、シャベルは持って上がりましょうっていう、まあプラスアルファであったらいいもの、まあ、これはでも人を救出するときに使うっていうよりかは、例えばジャンプ台作ったり、雪道掘ったりとかするときに便利な、餅つきのスノーソーです。これめちゃくちゃかっこいいんです。これ佐々木大輔ってスキーヤーで山岳ガイドの、僕も一緒に山行ったことのあるすごい友達なんですけど、むちゃくちゃいいらしいです。もともと餅つきのこの層はあったんですけど、それをその佐々木大ちゃんがフィードバックして、こうやったらもっといいよっていう風に
開発し直したらしいです。これは持っておいた方がいいです。かっこいいんで気になる。さっき既存デブを縛るのに使ってるけど、こういうストラップ、スキーストラップとか言ったりもするけど、これあると何でも縛れるんでめっちゃ便利です。例えばバインのストラップ触れた時とかも、これがあればどうにか締めたりすることができます。あとまあこっちも一緒で、結束バンド、結束バンドもそういう風にすごい強いから、そのストラップ代わりに、非常用のストラップ代わりだったりとかに使うことができるんで、持っといた方がいいです。こういうのも、カナダで中村陽子が雪崩にあったとき、こう、大腿骨折れちゃって、それで足を固定するのに、この結束バンドはかなり役立ちました。次、セルト。これも非常用で、普段めったに使わないんですけど、まあ、怪我したときに、人運ぶときとかにこれに来るんで、くるむと雪の上滑りやすくなったり、もう簡易のテントにもなるやつ。これはダウン。ダウン、これめちゃくちゃ軽い、マウンテンハードウェアのダウンジャケット。こういう風にポケットの裏側に収納できてるの。一瞬で出せます。こんなもん入れてても全然重たくないから、常にカバンの中には入れてます。水。水はその日の気温によって、ポットに入れていく場合もあるし、まあ今日は凍らんやろってぐらいの寒さだと、このプラティパスのこの水筒の方が、中身なくなったらくるくるっと巻いてすごく小さくなるんで、僕はこれ気に入って使ってます。これはお昼を入れてるところで、まあなんか今日はカロリーメイトが入ってます。これがあればすごい安心感がありますね。カロリーメイトさえありゃどうにかなるなって思ってます。次グローブ。これかなりでかい、もう絶対無敵のマウンテンハードウェアのミトンのグローブ。ダウン入ってて、まあ、ここまではもうほぼ必要ないかなとも思うんですけど、ほんまに動けなくなった時とかに指とか足とかから引いていくから、それにこれ履かしちゃえばいいし、これも安心感あるしね。これがあれば、まあ、これつけて滑っていくときね。で、まあ、もう一個予備のグローブ、これはちょっと作業がしやすいような薄手のグローブですね。マウンテンハードウェアのなんてやつか知らないんだけど、多分なんかロープいじるのにも調子いいように、こんなところに皮がついてます。ゴアテックスではないです。なんつうんだろう、これ怪我した時にこう固定できるやつですね。ここ大腿骨にはあんまし役に立たなかったですけど、手首とか足首とか首とか、そういうとこ怪我した時に固定するのにはすごい調子いいので、まあ、これも重くないんで、とりあえず入れて山に行くみたいな。あと今日はこれだけしかないんですけど、あとはまあゴーグルか、ゴーグル、ネックウォーマーとかですかね。この装備はサイドカントリー系で、なんだろう、サイドカントリープラスちょっと上に上がる時の装備ですね。サイドカントリーだけだとスノーシューがいらなかったりかな。でも大体僕はゲレンデ滑る時もバック背負うことが多くて、まあ、何かあった時に助けたり助けられたりできるように、本当はもっと激しいとこ行く時はロープだったりハーネスだったりとか、そういうのも持っていくんですけど、まあそんなのはガイドさんに、皆さんはガイドさんに任せて、だいたい撮影の時、山に入る時とかもこんぐらいの装備プラスアルファって感じかな。ゴーグル2個持ってたりもするけど、そんな感じかな。これが今週のカバンの中身です。
インターネット。満島ひかり。なんか人生が楽しくなってると思います。いろんな出会いとか、そういうの。あと賞金もらったりね。妙高さん。はずいな。最近ね、誰よ。金子綾乃。今は長野県の信濃町。夏何してんの？マウンテンバイク。見たらわかるわな。妙高杉の原とロッテ新井リゾートです。カナダのレベルストーブも好きです。黒姫山があって、で信濃町からは妙高山がすごく綺麗ですね。あと野尻湖っていうすごいいい感じの湖もあって、そういうとこが好きですね。あんまし観光地すぎないところの魅力です。